フェルディナンド・カルロ・ゴンザーガ・ネベルスは、イタリアのゴンザーガ家最後のマントバ公爵及び、モンフェラート公爵。マントバ公カルロ2世とその妻で、前方オーストリア大公レオポルト5世の娘である、イザベラ・クララの間の一人息子として生まれた。1671年、同族のグアスタッダ公、フェランテ3世の娘アンナ・イザベラ・ゴンザーガと結婚した。この結婚は、 マントバ継承戦争以来、長くて期待関係にあった、ゴンザーが家内のヌベール系とグアスタラ系のに系統を和解させるためのもので、フェルディナンド・カルロのおばである神聖ローマ皇后、エレオ・ノーラの仲介で実現した。1678年の岐阜の死後、自分が相続する予定だったグアスタラ公爵領が、ハプスブルク帝国に占拠されたことに不満を持ち、 フランスをルイ14世に接近した。1678年12月にはフランスに領地の一部カザーレを売却した。さらに1681年にはフランスと協定を結び、6000リラの年金と将軍の地位を与えられる代わりに、フランスによるイタリア遠征が開始された場合はこれに協力すると約束した。1681年9月29日にフランス軍が カザーレに侵中すると、イタリア諸国のフェルディナンド・カルロに対する辛抱は地に落ちた。フェルディナンド・カルロは、スペイン継承戦争に際しても、フランス側についたため、1701年に反フランス、同盟軍は、マントバ公爵領に攻め入った。公爵は、カザーレに逃亡し、公爵夫人、アンナ・イザベッラが、夫の不在中に両国を摂政として治めた。 1703年に、アンナ・イザベッラが子供を産まないまま死去すると、1704年に、フランス王室の東園エ,エルブ不幸、シャルル3世の娘、シュザン・ヌ・アンリエットと再婚したが、5歳との間にも、着手を授からなかった。ただし愛称たちとの間に少なくとも6人の子供が、いた。皇帝レオポルト1世はすでに1701年に、 フェルディナンド・カルロを反逆者であると宣言していたが、1706年、フランス軍がアルプス以北に退却するとフェルディナンド・カルロの立場は極めて厳しくなり、1708年にイタリアの領土すべてを没収された。奪われた領土のうち、モンフェラート公爵領は、すでにその半分を1631年より、領有していたサボイア家の領土に並行され、 マントバ公社区領は廃止されて、ミラノ公社区領に編入され、ハプスブルク家の直接統治下に入った。フェルディナンド・カルロはその年のうちに、着室の後継者を残さずに死去し、300年以上、マントバを支配してきた名門モンザーガ家は断絶した。ありがとうございます。